いや俺さ今日何の話ってさお前にお願いがある。めっちゃ嫌そうか。またすか。何回来れんだよ。夜のこと絶対嫌いだろお前。夜のことめちゃくちゃ嫌いだって。今日本当にもうマジお願いがある。いいよ。今日から。やばいでも何戸建てだからうちの社員の旦那さんの家なんですよ。もうそういうことよりあのベトナム面接行ってこいよ。どこですか。実習生。あれまた来年来ますよ。誰がビンが。お前3人やの。3人体制ですね。えらいでしょ。3人体制だけどなんか話であのもう戻ってくるときには免許を持ってこれるっていう。いや3人もえらいぞ。だって、まあ、また下手打つのかね。大丈夫。いや心配だわ。下手打ったのまあ。下手打ったら助けてください。実習生自体はあのめちゃくちゃ働くでいいんだけど、ですけど。だけですけど。さ、それ何ってそのなんかベトナム人が悪いんじゃなくて、まあそのまあビンとターなんか本当に塗装でうちもまあ10人は使ってないか、7、8人は使っとるな実習生。まあ、5年ですね。5年。でその中で。もうエリスグリのエリートだもんな。でそういうやつだけで、まあ、特定技能を引っ張ったのかって、それは何っていうと、あの教育者が少ないから、ね、なでお前も社員やっとるけど責任成功だもんな。うん、で1件いくらの給与体制だもんで、なだであのなんて管理監督者っていうの指導員の資格も持っとるし、あの平とかも持っとるから何人か持っとるんだけど、何人か持ってます、ね。うん、だから正社員やっとるけど、まあ責任成功っていうのは結局は現場いくらだから、5人で終わろうが10人で終わろうがこの金額だからな。まあ関係ないですもんね。下手打つぞ。焦るな。そういう博打も面白いですよ。かっこいい。もう一回言って、もう一回言って。スライド博打はどこ。ネズミはどこ。サスライド博打。じゃあお前いう風にやってみ、かっこよくなるから。どういう風にですか。さすらいの、さすらいのね、うん、博打の、俺は博打も好きなんですよってやつ、だってさすらい風に博打。じゃあちょっと、もっとこれ、ちょっと一回行こうか。はい、俺こっち向けたのか。ミュー塞いでくれ。こういう博打も面白いんだよ。こういう博打も面白いんだよ。いや俺さ今日何の話ってさお前にお願いがある。めっちゃ嫌そうか。またすか。何回来れんだよ。お前にお願いがある。またそのパターンですか。なんかこの間も下手打って、ね、お前にお願いがある。え、なんすか。めっちゃ嫌そうか。お手書きしましたよ。俺のこと絶対嫌いだろお前。なっ、めっちゃ嫌いだよ。嫌いだよ。めちゃくちゃ嫌いだって。めちゃくちゃ。これもう嫌だ。圧が強すぎる。圧が強い。あ、でもこれまだマシだね。30代の時なんかもう圧がもう半端ないもんで。今以上にやばい。今は優しい。まあだいぶもうまあ虎が猫になったみたいな。本当に。すごい言われよ。もうどんどん逃げてる。もうドキドキだった。うん、ドキドキ。もう電話かかってきたって。やばいって。なんかしたか俺と思って。喋るのとかじゃなくて喋るのすら嫌だね。まず電話出たら、おお前なんとかって言うもんで、何もしてねえのに。あれと思って。もうなんかやったかなと思って。私は全然何もしてない。やったしな、昔は。まあメンバーもメンバーだったしな。メンバーがもうクソしかいねえもん。こんだけしっかりしたやつが増えたもんな、うちな。もう営業もそうだし、職人もそうだけどな。そうですね。だいぶな、もう本当にいい子が残ってくれたよな。まあそれはこんだけ厳しいもんね。ねすぐ、ちょんまあ、ケチはもうすぐもうケチ出してくもんな。ケチ出してすぐいなくなるっていう。ケチ出しすぎ。これ毎回あの言い訳しとくよ。でもお客さんにとっては最高のことだよな。まあお客さんにとっていいかも、うん、いいものを安く提供してきてんのよ。それでね、俺はそうそうしよう。合わねえ。俺大変ですよ。俺も大変だぞお前。これ2期ぐらい赤字決算だぞ俺も。マジだぞ。じゃあまあまあ投資分もあるけど、足場材買ったとか。でもあの足場材なんか一括消却って経費になんないからな。今日は本当にもうマジお願いがある。マジなんいい言うよ、うん、断れんけどいい。断れないんですか。お願いじゃん、これ。ほら、そもそもお願いじゃねえじゃんか、これ。強制。いい。じゃあ、いかん。俺にいかんって言えるの。ね。言えるの。かわいいな、なんか。
可愛いよ。何言うよ。今日からインスタやってくれ。やってるじゃないですか。会社で。お前のインスタ？あ、僕はやってないですよ。インスタ個人アカウント。個人アカウント作るんですか。いやでも私この前言ったじゃないですか。お前言っとったよね。じゃあ見る専門でとりあえず作ってみるのもありだなって話だったんですよね、私とは。うん、投稿なんかできるだろ、現場だで。まあ何でもできるんですけど。ちょっと撮ってとか。あ、自分だけ写しておけばいいじゃないですか。自分だけ職人代表で、本当は職人やってほしいんだよな。だみんなやらねえですよ。絶対お前がやっとったらやるじゃん。それはないですね。やるやる。だからそれももう仕事だもんね。だってお前なんかさ、もうこの視聴者の皆さん、年内全部指名が入ってんだよ。それはすごいことになるよ。なるって。ならんってなる。なるって。なります。多分一瞬で社長抜いちゃうかも。いや、それは抜くでしょ。だって職人さんたちが視聴者だもんね。本当はお前らの姿みたいなのじゃん。本当の姿、俺がいないと思うんですよ。ちょっとした動画とか、やり方とか教えるし、俺ら来た時にインスタとか一緒に撮ってもいいじゃん。いい。いいとかもう強制だけど。いや週にまあ最低2回は投稿しんと芝木君。うわ、それマジで。だけど努力すれば絶対に結果が出る世界。なんでみんな努力しんのかなって俺よくいろんな人に言うんだけど。でもさ、この前の人も言ってたけど、投稿をあまりそのしないのであればストーリーは毎日、うん、動いとることだけはインスタの方に伝えておけばいいみたいな感じだから。投稿するのがなかったらストーリーだけでも上げとけば結構いいらしい。今日中に1個投稿しろ。マジに、今日中インストールしようもアプリは入ってるもん。アプリはあるっすよ。でアカウントも作ったもん。作ったんですけど、まだやってないだろ。今日投稿したいじゃん。でまあ目標決めようか。じゃあ1年で、まあ、1万だな。1年で1万。めちゃくちゃ頑張らなあかん。めちゃくちゃ頑張らなあかんじゃん。いや頑張れいけるよ。まあまあきついよ。だって俺でも1万いってないよね。え、塗り替え道場のアカウント9000ぐらい。9000、あと500人。全然投稿しねえじゃん俺も。あんまり。あ、みんな上げとるけどみんなダメかな。現場があれば投稿できるじゃん。努力必要だよ。まあそうですよ。でもその努力って別に現場で5分のことじゃん。ちゃんと。寺木さんってさ、ユニークな考え方だから。そうそうそう。結構面白いな。面白い、うん、面白そうだけどな。いい。で、これも大々的に宣伝し、だからこれだけのために今日のこと言っとくから。お前にそのためだけど。で、まあ職人さんがそうやってやって、で、締め線になってお前に仕事がパンパンになってくれば、まあ、みんなもやらざるを得んと思ってんだよ、俺も職人も。仕事ができるだけで、まあ確かに営業とか会社側が仕事段取りするのが仕事だね。だけどもったいないわけじゃん。営業経費がかかる、現場管理費がかかる。で昔から言うじゃん。だったら職人が自分たちで現場管理したり、ある程度近隣ぐらい挨拶して仕事もらえや、営業の数も減らせる、現場管理の数も減らせる。そしたら必然的に俺単価余分に払うでしょって、利益が出るやつ。まあ出ればそりゃそうだろ。まあ、そう全国でやってるわけじゃねえ。昔から決算も見せとるわけじゃん。まあまあ、本当だよ。まあそれかお客さん値段下げてね、仕事がやっぱ安定するとか、いろんな、それはそのな、どこに金を分配するかは分からんけど、俺だけが使うってことはないでしょ別に。昔からでもフェラーリ乗ったやん。でもフェラーリがでアルファードも確か新しいのになってる。それぐらいだろう。あれはないじゃん。アルファードはエグゼクティブラウンジ。ああ普通のアルファードだったらいいですけど、あれはないじゃん。しかも連れ売りだぞ。あ、釣り売りですか。車じゃないよ、あれ。あ、違うんですか。元従業員が乗ってたやつを安く売ってもらってるんで、600万で買ったんだよ、あれ。あ、安いですね。もう今値段上がっとるんだよ。あ、あれめちゃくちゃ上がっとるんですよ。800万か、900万ぐらいで売れるんだよ。そうそう、買えんって言ってたんですよ。600万で買ったんだよ。爆上がりだもんね。600万で買ったんだよ、あれ。600万ですか、あれ。しかも税込みだよ。あ、税込みですか。で、550で実質買っとるよ。で、返してって言われるの。そうそう、返してって言われた。返してっすね。高く売れるで、それ以上に。だって俺、前のアルファードも釣り売りだってな。あるはあるよ。俺人生で新車買ったの1回だけ、あのクラウンだけだ。あのクラウンだけ。だってあとずっとプロボックスとかずっと乗ってたじゃん。あ、そう、プロボックス1回乗ってた。昔乗ってた。やっとお前42、3までお前死ぬほど努力して、お前そうや、やってお前ちょっとアルファード買ったぐらいで俺ガタガタ言われなあかんの。おい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 、お前らが寝とる時に俺お前夜中まで仕事してお前こら自由な。じゃあしとったよ昔。なんかチラシも全部自分で作ったやろ。あの昔倉庫で寝とったっすね。そうだよ、チラシも全部作ったのよ。昼間現場行ったりお前飛び回って、営業も自分でやって、夜は夜で夜中の朝までチラシ作って、4時とかに職人が酔っ払って帰ってきて、俺仕事しとったこと何回もあるよお前。
もうそんでお前600万のアルファードお前従業員元従業員が買ってくれって買ったぐらいで俺もうそれはないって言われなかったのか俺おいこらちょっと逃げこれ叩いてくれそりゃそうだろうわお前もだって職人じゃ実習生とかな勝ち育てていややっぱり 4,5 人1人から2人2人から3人3人から5人ってなったら俺もこの間同級生一人親方なんですがさ今実習生とか使って日本人も使って今7人で毎日動いてるってやっぱそこそこ稼いでるし使っとるもんな全然違うつい3年前までずっと一人やってたから同級生でで母さん実習生紹介してくれてありがとうっていつも言ってくれるもんそういうもんじゃんもうそうですね俺はやった方がいいと思うしお金のためにやってるわけじゃないけどでもお金ってちゃんと後からついてくるからだけどちょっと早いんちゃうお前ん実習生2人はきついんかなと思うけど運転が一人免許持ってこれれば分散できるんだけどとか言ってたの分散できないけど分散同時に現場同時に回してで3人でも多分いいしな、うん、2現場同時の方が2ゲームもできるしあそう同時にで忙しいとこっちバッと行ったりこっちバッと行って工程で終えるから1件ずつだと早く終わるだけなんでそうだろ見づらいとかでもやることねえからやることないんでそうだよなだから3人だとすぐ終わっちゃうもんであそうだよな本当に塗ったとか言われるかもしれない3人同時でずっと回ってるのはやっぱきついと思うで現場の工程もずれちゃって空いちゃって2日空いたとかだったらもう金のほらんもんな、うん、もったいないもったいない、うん、あんまり早く終わるのもちょっとそうそんでな、うん、やらしいんだよで緩むじゃん、ええまあ、3人なんでまあいいやここまでやったら帰ろっかとかなっちゃうじゃん、うんまあ、でもいっぺんやってみるんじゃない、まあ、でも頑張って、まあ、応援できることはするまあ俺も言ってこいよもう工程もっと詰めてくださいって言ったらなんぼでも本社なんかお前に頼みたいばっかだもんね少々皆さん、はい、手足インスタデビューまあ、これちょっと面白くなると思う。あのやっぱ職人目線で営業とか見たり社長見たりそういう角度にもなってくるし今日から解説お願いします。今日投稿しなかったらもうマジでしばきだよマジでしばきって当たり前でしょこれそんなことぐらいでもいいからね、うん、だってお前しかも一人二人でやってくんじゃないんだろこれを3人4人5人になってちゃんとお前の品質を保ててやっていきたいって思ってるんだろそんなことやつがインスタもできんかったもんできるわけねえやでも逆にはインスタやってあてらぎさんだったら現場任せたいって指名がどんどん来たらもう逆に、まあ、言い方悪いけどじゃあお前の知っとる子一人親方とかで呼んでもうやってもいいわけだろ逆に実習生二人でなんか連れとか後輩とかで一人入れてもいいよな一人親方みたいな俺とお前みたいな関係のお前と誰かの関係 でそこを見ながら現場も管理しながらで顔を出すで後半最後顔を出すわって言ってちょっと手直ししてあげたりとかそういうことやな責任、まあ、お前に責任があるから、皆さん、はい、あの楽しみにインスタ、まあ、ここ概要欄に貼っとるところかもうあのここにバーッとこが教えてくださいねまず私たちにインスタのアカウントを作ったらまずお家にあ、ほんかお前じゃここ貼れんじゃないですか貼れんじゃないですかはい皆さん楽しみにしておいてください、はい、あとまあ、さっき実習生の話になったんですけど、はい、この間もあの、ね、実習生実際に三重県しまし、はいまで行ってあの面白い会社さんあのすごい面白い会社さん山下組さんっていうとこちょっと遊びに行って、はいまあ、本当にね優秀な実習生の価値観っていうかねそういう実習生はこうだあだってそこも何年か何人か入れとるもんで近いうち上がるかも上がってるかのどっちかだねちょっとそちらも楽しみにしていてくださいよろしくお願いしますゴルフゴルフあゴルフ3月19ゴルフもうまだまだもう定員あるでねそうですねまあ多分40ぐらいで切ろうかなと思っとるんでまあ早めに応募してください40人店員で俺の知り合いとかも結構何人か来てくれるっていう人もおるんでそれ全員で40人全部で40人だから、うん、で三重県多分鈴鹿カントリーでやると思いますん で飲み会もねあるんでぜひ参加してください、はい、よろしくお願いしますせーのまだ見てねーこういうインスタも見てね待っとれよ教えてくださいよ、ね、あチャンネル登録ねもうすぐ20万そうですね年内20万いきたいお願いします、あと5000人はいよろしくお願いします、はい